空港に着きました。ついに本日出発です。めちゃめちゃ多いんだけど、不安もワクワクがちょっと強め。空港のさ、これってさ、なんかいいよね。あのさ、あの空港のさ、よくなんか荷物多い人が使ってるカートを使いたい。あれどこにあるの？見つけた。見つけたぞ。見つけました。指輪そんな。最高なんだか。最高。片方は規定の荷物をもう余裕でオーバーする感じだったので諦めました。追加でちょっとお金かかっちゃうんですけど、本当は23キロじゃないといけないの。確か。こっちはオッケーなんだけど、こっちも途中で無理だってなって諦めたから29キロ。ほぼ。家で測った時は諦めました。まあでもね、なんかそれでね、なんか持っていけなくて後悔したりとかも嫌だったから、もういいかなっていう。諦めも肝心ってこういうことっすよね。タグとか映しちゃダメなんかな。わかんないよ。今日からドイツ人になります。ドイツに飛び立つ前に選ばれたコンビニ飯は明太フランスでした。めちゃうまです。とエビマヨネーズとこのスムージーのやつです。もうすぐ旅立つにょーん。よい。ここからですね、なぜかセルカ棒を初めてこの日使用したセルカ棒があったんですけど、それに刺してるとなぜか音声が取れてないっていう状況がですね起きてしまって、これから動画の数々の中にちょっと音声が入ってない部分もあるんですけど、まあ大体こんなこと話してたよっていうのをね、僕が後にアフレコで入れていきたいと思います。今はね、このまるで海外来たような景色見せてるけど、これは一応成田空港です。まあでも最後の日本だよみたいな感じで言ってた気がするんですけどね、どうだったかちょっと怪しいです。でこっからは飛行機入ってカメラで撮ってるつもりなかったけど、動画勝手に押されてて、その飛行機に入ってる姿ですね。こうして初めて飛行機自分でチケット取って海外に行くっていうのは、今まで結構海外遠征、海外合宿とか行ってきたけど初めてだったので、なんかその出国するのもそうだし、まあ、入国するのもすごく不安でしたね。まあ、だけどなんかそれも兼ね、全部本当に自分にとっていい経験になるなとは思ってたので、まあ不安もありながらワクワクして行ってきました。次はですね、機内でこれから出発しますみたいな。であと運が良かったのが、自分の隣の席にいなかったんですよね、誰もそのチケット取った人が。それはめちゃめちゃ良かったですね。だからちょっと荷物とかも、まあ、横広げてても、なんて言うんだろう、誰の迷惑にもならないから良かったですね。でここからは飛行機が旅立つ姿をね、タイムラプスでお送りしていきたいと思います。まあ、全部は撮ってないです。もちろん離陸と、まあ、ちょっと途中と
最後着陸の部分ぐらいですかね。ぜひ綺麗な景色をお楽しみください。ちょっとこれ見てほしいんですけど、この下に窓の下にスイッチがあるんですけど、それを押すと少しずつね暗くなって日差しが入らなくなるんですよ。僕飛行機乗ってた時とか、なんかそのシャッターみたいに上からスライドしてね光を遮ったりとかしてたんですけど、こういう風に明るさ調節ができたりするんですよね。これどういう仕組みなんだろう。もし分かる人いたらコメントお願いします。無事にドイツに着きました。ちなみに今は2度ぐらいらしいです。体ね、風邪ひかないようにあったかい格好して、ここからね入国の手続きしていきたいなと思います。またセルカ棒を使ってしまってたので音声が入ってないんですけど、まあ無事荷物が届きましたよというのと、あとは換金なんですけど、今円安が結構続いてるじゃないですか。だからできるだけ日本円からユーロに変えたくなかったので、今まで海外遠征とか行って自分はあんまりその外貨を日本円に最後変えてなかったから、そのいっぱい外貨持ってたんで、その外貨を全部ユーロに変えたっていうような
感じの話をしてます。まあそっちの方がお得だよねっていう部分でそういう風な判断にしました。合計どんぐらいかな、全部で合わせて6、7万円分ぐらいのユーロがあったんじゃないかなと思います。一つ残念だったのが、そのロシアンルーブル、その僕結構ジュニア家にロシアの遠征に4回5回行ってて、そのロシアンルーブルっていうロシアの通貨が結構持ってたんですけど、それはねやっぱちょっと戦争とかの関係でなんか変えられないっていうような風に言われて、まあ、結構そこはああそうなんだと思って結構持ってたんで残念でしたね。まあ、あとは入国審査とかも結構初めて一人でやったので不安だったんですけど、そこの辺は意外と普通にすんなりできちゃったし、あとはそのお迎えにね、あの柏木智也くん先輩が来てくれる予定だったんですけど、お迎えに来てくれるまで時間が少しあったので空港の中を散策してました。一人での海外は初めてだったので、もうトイレ探すのだけでももうなんかちょっと楽しくなっちゃって、まあその後は食事の場所ちょっと探してみたりして、ビールないかなみたいなドイツなんで、一番上がフードコートみたいのがあって、まあマクドナルドだったりおしゃれなカフェだったり、あとね子供が遊ぶようなスペースもあったりしました。ドイツといえばやっぱビールっすよね。あんまり自分ビール得意じゃないですけど、せっかくなんでドイツのビール美味しいところ詳しくなっていきたいなとは思ってます。はい、ちょっと待ち時間がねまあまあ長くなってしまったので、ちょっとね飲食店見つけておすすめのビールをね早速一つ頼んでみました。あでも飲みやすいかも。僕ね結構あんまビール得意じゃないというかね、結構苦手な方なんですけど、まあせっかくドイツ来たからにはあのね別にたくさん飲むわけじゃないけど、あドイツのビールあそこ美味しいよぐらいには、まあ、詳しくなりたいなと思ってます。ちなみに、まあ、なんて名前だったか忘れちゃったんですけど一番小さいやつです。うん、結構飲みやすいかも。でもまあそんなに好きではないな、やっぱりビールは。なんて名前だったんだろうこれ。まだねちょっとあんまりあのドイツ語のね読みがしっかりできてないんだけど、ホフプランオリジナル、まあこの HB っていうね、 HB とこの王冠のマークが、まあ、目印のビールですかね。まあこっからドイツのね旅というか、まあ挑戦がいろいろと始まりますけど、本当にうん、なんかもう何もかもが新しい経験になると思いますので、なんかその経験だったり、うん、なんか試練だったり、なんか一つ一つの思い出をねしっかりと自分に活かせるように、まあ日々精進していきたいなと思ってます。それでは乾杯。おお。バイバーイ。おーおー久しぶりでーす。わすげえ、なんかかっこよくなってない、なんか、うん、なんか垢抜けたというかかっこよくなってる。今ちょっとぐるぐる回ってくるから。あ本当に？これからよろしくお願いします。一人目よ。動画撮っとこう。現在トラジ君家に向かっております。ハイテクな車ですね。今こっち何時ぐらいだろう。7時半だったらでも日本でも暗いもんね。はい、はい、無事合流できました。合流してこれからスーパーに行っていきたいと思います。何買おうかは決めてないけどね。まあでも日本とあんま気温は変わんないよね。俺的に変わんないし、まあここはちょっとねドイツの中でも南の方だから、あったかいのあるけど、まあ、東京よりまあその時期になるか、うん、まあ、あんま東京と変わらないかな。ね、感覚は
感覚雪降んないし、ほぼ確かあ、ね、そう雪あると思ったら全然なかったないから過ごしやすい、ね、普通に日本の冬だと思えばいいですよ。とりあえずスーパーの方行っていきたいと思います、うん。あ、そのあお店とかが、でもスーパー自体はやってるでしょ。ででーん。やだよ。ドイツ語講座、ドイツ語講座。ないよ。ここは薬局。あ、これが薬局なのね。アポティケ、アポティケ。アポティケが薬局ね。おフリズ。ポリズワ。ポリズワ。勉強になりますね。ドイツの場合は、うん、こう入るじゃん。うん、アインガン、アインガンって入り口ね。アインガン。アインガン。でこう閉まるじゃん。もう出れない。あ、そういうこと？なんか買わないで出れない。何も買わないでは出れない。ちょっと見ようかな、できない。なるほどね。はいはい。何かしら絶対払う、払って買わなきゃいけない。できるらしいけど、まあそれすれば。なるほど。なるほどね。こんな感じです。でもなんか雰囲気、ね、果物安いの来る。あ、そうなの。いちご、いちごとかさ、これで日本が分かんない。あ、でも日本もだいたい400円ぐらいかな。だからまあちょっとちょっと、あ、でも量もう少し少ないもんでしょ。ああ、確かにいっぱい入ってて、まあまあでもそんな変わんないかな。日本とかでもさ、安いとこ安いじゃん。レモンリンゴとかもさ、ああ、確かに高いから。この 1.5 キロで、あ、 1.5 キロ、そうで、あ、 1.5 はでかいわ。で300、400円ぐらいか。うん、そうだね。高いか。まあ、いやでもめっちゃ高いわけではないね。じゃあ空港にこう書いてあるやつはあれなんだけど、まあそのままの値段だけど、野菜とかこういうのとかはこれ測って、あ、なるほどね、値段決める測り売りね。でもさ、空港とかちょっとさ、やっぱ高い感じしてるの。空港高い、高いよね。あれ空港だからだよね。あれは安い。キュウリ、キュウリじゃん。なんか人参補足ね。なんかさ、人参さ、上と下でさ、これで200円しないからね、この量。あ、本当に？これだけで生きてきます。じゃあもうしばらく、じゃあしばらく人参生活。え？この量で400円くらい。あ、確かに。あ、安いかも。すごいね。でもなんかさ、やっぱこいつらも外国の野菜だからか、形ちょっと違うもんな。面白いよ。キュウリとか、めっちゃキュウリ。バカでかいくて、バカ太いからキュウリ。そう、キュウリですね。そうなの。ドイツのキュウリ見せてあげる。こちらがドイツのキュウリ。ズッキーニだ。ほぼズッキーニ。すごいね。確かに太いわ。だって太すぎてなんかちょっと割れてるやつあるもん。いや、おもろいな。またね、ちょっとゆっくり紹介。そうだね。今日はなんかもうほとんど食材ないですね。もうやっぱ夜遅いから。あ、もうこれでもないんだ。あ、そっかそっか。なんかもうあとパンとかもここパーク10時までとかだもんね。そう、今もうあと1時間すごい、おもろいな。何もかもが新鮮だわ。ちょっと寿司コーナー。寿司コーナーだ。ユズテル寿司って書いてある。ツル寿司。あった。これとか2000円。これで？だって14-15ユーロだから。そうだね。2000円ぐらいですね。高いわ。まあ買わん。確かに。2階もある。コストコみたいな。ね、でかいな。しかもここにも物置いてあるんだ。清潔感は一切ゼロ。ちょっとまあね、それはでも日本が長けてる部分だよ。でかくてもさ、1199円とか。そうだね。醤油を見つけました。醤油
って6420だから800円ぐらい、800円ぐらいだね。うわ高いわ。トラジ君のお土産に醤油持ってきて正解だったね。生醤油しかも。こっちが生醤油見たことね。なんかあるでプレミアで3000円ぐらいで売れちゃう。確かに。でもさ、日本にいたら逆に生醤油だろうがさ、普通の醤油だろうが。わかんないけど。ありがたいやん、ね、寿司屋とかに醤油が置いてある。ね。確かに。あとで、アジアショップもそういうのはあるから。そこでもわかると思う。なるほどね。あ、携帯系のものも。でもさ、揃ってるかもね、何でも揃ってるね。これいいよ。あ、炭酸作れる。炭酸。けどその時もね。確かに。14,000円ぐらい。うん。でもあれでしょ、またボンベみたいなまた別で買わなきゃいけないの、うん、俺知らないこの仕組み。あ、そうだね、うん、とあと駅もか、うん、別売り、まあ、別売りジュース系とかさどうなん。あ、見に行くか、うん、じゃあ、いやね、安い、うん、お酒安かったじゃん、まあまあ、お酒はまあまあ安いじゃん。なんかね、日本が安すぎるのかな。まあね、ちょっとドンキとかね、日本のコンビニぐらいじゃん。ああ、なるほどね。確かにスーパーとか結構安い、ね、とかなんかさ、薬局とかなんか安いのめっちゃ売ってるじゃん。売ってる。500で80何円とか、うん、まあ、そんな感じのレベルではないけど、うん、あ、これ SIM カード？違うわ。そうです。あ、これ SIM だよね、うん、これでいくらぐらい？でも書いてない、わからんのだ。あ、10ユーロ。で何ギガなんだ？10ユーロで。25？ そんな多分ギガいかない。だから10ユーロでシムを買う。で、あと3ギガ。で、プラス10ユーロ払って3ギガ。ああ、なるほどね。うん、あ、じゃあ結局20ギガ。20ユーロで3ギガって感じか。で多分更新型だから。なるほどね、1枚のSIMでいいんだ。そうだからまたなくなったって思ったら、3ギガなくなったって思ったら更新して。なるほどね。チャージ式みたいな。でもさ、それどこでチャージするの？だそれ、あ、もうウェブ上とかで。ウェブ上でできる。カードつなげるとか。まあ、じゃあ確かにだったら便利かも。俺今回さ、20のやつ3枚買ってきた。うん、1ヶ月1ヶ月1ヶ月。まあ、全然いいと思う。ね、まあまあ、まあ、でも。でも番号その都度変わっちゃうじゃん、1ヶ月ごと。そういうこと、それ変わんのか。うん、まあその下3桁が、まあそれか、それさ、有効期限とか何、そう、使用期限ってあるの、その SIM自体。ああ、まあ数年とかだから多分。それだと取っといて、まあいつか使うときにヨーロッパ他のヨーロッパどこでも使えるからな。そうこっちで登録しちゃったら。そうだよね。イエーイ、トラジ君です。ソーセージエリアに来ました。これがね、けど豚でしょ、中身が豚、鳥とかこれ豚で、はい、でもさ、種類すごいね。いやもうなんか結局どれが美味しいのかたどり着くまでにしばらくかかりそうだよ。行くか。まあでもこの大きさならこんなもんだったりするんじゃない。いやでも安いと思うよ。これささみじゃないの？この量だったらまあまあまあ、量のこと考えたら、まあコストコ来たと思えば。てか思ったんだけどさ、日本の例えばさ、コストコの会員になってるとするじゃん、外国のコストコとかってさ来れるのかね。ソーセージ食う？食いましょう。なんか美味しいけど、美味しい、これ美味しかった、一回食ってたことない。それか、うん、このバイスボス、あー、ドイツありがちなソーセージ、ね、そうそう、あー、こっちの方が安い。確かに。あ、じゃあそれも買っていきましょう。これあんま、俺ソーセージ美味しいよ、日本の方が美味しいと思う。間違いない。あんまパリってしないんだ。あ、そうなの。じゃあシャウエッセンの方が美味い。シャウエッセンの方が美味い。
スイカバーじゃん。めっちゃスイカバー押すな。カップ麺ゲットしました。日本の。日本のではないけど。日本のではないけど。醤油と味噌。これも初めて食うわ、これ。絶対でもさ、日清だから間違いない。まずくはないと思う。ここら辺が、まあ、あ、ジュースか。なので、あ、ドイツの場合はね、うん、アメリカとかも、こうやったら、一、うん、本だけ欲しいなと思ったら、うん、食べてこう取る。あ、取っていいんだ。でも何飲む？なんか飲みたい飲むよ。ね、買えば。何がいいかなぁ。あ、俺らがおすすめ。あ、おすすめ？え、そのドイツにしかないみたいな感じの？ドイツにしかないっていうか、ドイツの日本にはない。これが、ステッツェってやつね。うん。は、コーラとファンタオレンジが混ざってる感じね。へぇー。だから、美味しい。じゃあ、それ飲もう。ステッツェ。美味しいかな。缶の方が美味しい。なんか美味しい感じしないかな。確かに。まあ、それは確かに。え、これ上のやつは違うの？え、これじゃない？上の。それもそうだけど、ね、ちょっと違う。え、こっちはこれじゃない？一緒だね。これじゃないの？すげえ。なんかビールのなんかラベルみたい。普通にソフトリで。へえ。じゃあこれ買ってこう。あと違うもの。こっちとこっち違う。一緒か。こっちゼロだから絶対美味しくない。なるほどね。じゃあこっちで。スペッツェ。スペッツェ。スペッツェ。お酒じゃなくてスペッツェ。スペッツェ。え、晩酌って意味なの？違うよ。晩酌に飲むよってだけ。ああ。全然意味わかんない。コーラとかもあるけど、あ、けど安いんじゃない？コーラも、なんかちゃんとしたコーラ。え、1本1ユーロしないのこれ？あ、これとかあれじゃん。なんかメーカーじゃない。ああ。けど、そうしないから、安いんじゃん。安いね。確かに。ちゃんと考えて買えば、マジ生活、これとかも、まあ、オランジーナみたいなやつが、100円ぐらいで買えば、うん、ちょいちょいさ、あの、ペットボトルの形がさ、おもろい。ボンキュッボンな。確かにそうだね。なんでその形になったんだろう。確かに安いかも。え、だからそんな高くない。だから水とかもじゃあ見る。なんか高いとか言うじゃん、水。うん、そうだね。ドイツ、なんかビールの方が安いみたいな。うんうん。言うやん。これとか0.25だから、これとか1本50円ぐらいで。確かに。え、そうだよね。え、でワンケースでだって1.5ユーロでしょ。1.5ユーロだもん。200円ぐらいだね。そう、この6本で。いや、日本より安いやん、むしろ。スーパーじゃないところで買うと高いよね。うん、まあでも日本の、これもまあ美味しくないけどね。日本の水安心してね、どこでも飲めちゃう。それは強いけど。確かに水も買っとくか。まあでも追加で買っときましょう。どっちがいいかな。だけど結構炭酸水が多いから、ドイツの場合全部炭酸水って、うん、あ、これ炭酸水。ミネラルウォーターとか。ミネラルワッサーは。ワッサーっていうの。ワッサーって。ワッサーワッサー。ワッサーワッサー。してるワッサーが普通の水で、うん、スプロングワッサーが炭酸水。これミディウムがあんま強く、微炭酸。微炭酸。え、これは？持ってってもいいけど、持ち帰れるんだったら。確かに、重いけど、ちょっと。持ち帰ってもいいけど、うん。まあ、でも水なんて。あ、ちゃんとこういうの1個買う。あ、エビアンね。うん、え、エビアン1本で1ユーロぐらい？まあ、1.19 だから、うん、まあ、150円ぐらいだな。いや、安いやつやのも。せっかくだし、最初は。もし俺いつも炭酸水買うからも。あ、炭酸水でも沸かせば結局水だもんね。沸かし飲むの逆に。え、違う、あのさ、例えばさ、それをさ、あ、そっちであった。あの、カップ麺に使ったりとか。あ、それは普通の水だよ。炭酸水でやったらどうなるの？やったことないの。シュワシュワの水。普通に飲めるからね。あ、本当に？水道水。あ、そうなの。え、じゃあ炭酸、じゃあ炭酸水でしょ？飲む用だったら。じゃあいいよ。一応水いる？うん、大丈夫。炭酸水あれば。あ、1個あるよ。あ、いる？炭酸水飲むように。ああ、うん、いや、別に大丈夫。
チェイカ。いらねえよ。チェイカ。いや、全然噛み合わなくても、ビール買う。ああ、いや、でもさっきもう空港で飲んだから俺はいいや。でもこのコーラとオレンジの。俺は好き。これ結構。楽しみ。飲む。ビールとかも、こういうのとかだと、ちょっとレモンがかったビールみたいなし、はいはい。安いし、美味しいだけ、一緒感、一緒に。本当だね。あ、ポテチ買ってこうぜ、ポテチ買おう。ポテチどれにしようかな。パプリカ。パプリカ味。あ、プリングルスとかね、普通にあるよね、どこでも。いいね。ドアクルーとパプリカみたいな。持ちますよ、持ちます。あ、いいよ、いいよ。あ、いいよ、いいよ。ありがとうございます。くれればいい。ありがとうございます。足りる、うん、足りる、足りる。チョコ、チョコ。チョコ。チョコーナ行く、チョコーナ。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 パックとか高いよね。確かに。3ユーロのこれ。ああ、確かに。一袋で。キットカットって日本？日本の会社なんか。じゃあ結構ドイツで有名っていうか美味しいチョコだけど、あの安売りしてる時も結構あるんだけど、週1回か月1回か分かんないけど、まあ全部 0.6 って言ってるから。あ、半額じゃんね。そう、もったいない。今買うの。そういえばバレンタインだったじゃん、チョコもらった、うん、いや、いや、ないし。ドイツは逆だから。あ、そうなの、うん、男があげるとか。男があげる。あ、そうなの。え、チョコクッキーとか買ってくる。なんか買っときますか。うん、まあそこまで好んでめっちゃ買うって感じではないかな。あ、でもオレオとか。あ、まあでもな、そんな別にどうしても欲しいってわけではないな。ポテチありゃなんとかなるっすよね。え、チョコ食べたい。逆に俺好きだ。あ、じゃあチョコなんか買ってきましょう。これ俺もいいっす。モテます？ちょっと高いけど。でも美味しそう。俺こっちなんですかな。ホワイト。うん。まあこんなにあれ、夜ご飯って夜ご飯買ってねえやん、そういうの。あ、パスタあるから。いや、そうそうそう、パスタあるし。本当はハンバーガー今日食いてもいいかなと思ったの。マック？ハンバーガー、普通にハンバーガーちょっと。あ、そんなのあるの。ある。町？うん。あ、確かに。まあまあまだ長いですからね。レジに行きます。ごちそうさまです。まだ買ってないから普通にもう買いに来て俺も食うし。楽しみましょう。初日10ユーロしか使っちゃえない。確かに。でも意外と物価はあれっすね。これ今買って10ユーロでしょ。確かに。普通になんかソーセージとかいろいろ買ってお菓子とかもらって。確かに。あと1000円ちょっと。1500円って考えたら、ね、そうだ。10ユーロ普通だよね。なんかさ、みんなさ、物価高いっしょみたいな言うもんね。けどそうでもない。なんかもう本当物による。そうだね。俺のイメージ。日本で考えて使えば。うん、意外といける。私そう。って思うの。あとはその分金良かったりする。確かにお給料もね。無駄なとこで逆にかからない。確かに。日本の高いやつは高いもんね、逆に言ったら。逆になんかその日本みたいに一人暮らししてて気軽に買える、あ、行けるスキヤとかそういうのはない。確かに。だから、でも、まあ、まだ知らないだけじゃないの。いや、ない。ない。やっぱ外は、うん、高いっていうか安くても、うん、まあ、日本円で言ったらやっぱ700円以上はする。ああ、なるほどね。安くても。ケバブ買うにしても。うん、5ユーロかかるからやっぱ700円ぐらいでしょ。なるほどね。レストランとかだったらやっぱ2000円ぐらい。外食は高いっていうね。まあするから、まあでも日本は確かにそこら辺なんかファストフード、日本の便利、ファストフードたけてるよね。じゃあこっから歩いて帰ります。とか、あのこのスクーター乗る人が結構、うん、いや普段の移動ローラースケートの人いる普通。
ソーセージと手作りパスタ、そしてトラジ君です。何だよ、なんかさ、そんなんしかこいつ作ってないやつ。いやいやいや、立派でしょ、実演してるっけね。でもこれ俺にはないから。確かに確かに確かに。でもあのお土産であのパスタチェーンできるやつ買ってきたんで、いっぱいパスタ作りましょうね。パスタ作りましょうで、ね、いっぱい。いっぱいチンしよう。いっぱいチンしていきましょう。もうお湯を沸かす時代は終わりましたよ。もうチンでいけますからね。チンでいけるから。よかった、嬉しい。これ誰にこう。そうそうそう。これでシュシュシュでも一瞬だよ、もう。最高。あと綿棒もたくさん使ってくださいね。耳の穴汚いだろうから。ちゃんと耳掃除してるよ。よっしゃ、いただきます。しかも普通にね、うまい。はい、ゆけやくんが。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。ドイツの皆さん、ダンケシェン。ダンケシェン。これね、先ほど買ったコーラとファンタオレンジ混ざったような、そう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 、混ざったようなやつ買ったんでね、ぜひ一回飲んでみようかな。なんちゅう乾杯って。ドースト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 。ボースト。ドースト。ボースト。ドースト。お疲れさん。お、うまい。うん。うまい。うまいっしょ。うまい。これに。やっぱシャウエッセンじゃない。ウィンナーを頬張って。うまい。うまい。いいね。うん。来たね、ドイツね。来ちゃったね。なんでもないわ。うん。オッケー。だって、結構前から。会いに行くからって、そうずっと言ってくれてて、まあそう言ってね、来ない方々やっぱ多いもんですが、こうやって来てくれるって本当に来るよ。さすが円谷くんですよ。だってトラジ君には年に1回ちゃんと会わない。確かにな。日本にいた時に確かに年1で会ってるわ、うん、絶対試合プラスプライベートで年1会ってたもんね。確かに俺らもうさ、小学校4年5年ぐらいから。そうだね。マジほぼ年単位で会えたことなかったんじゃない。会うわ。いや、懐かしい。でも会えてよかった。来てくれてよかった、本当に。いや、これからたくさんお世話になります。いや、これから一緒に頑張っていきましょう。海外仲間は。いや、本当にね、ちょっといろいろ勉強させてもらおう、うん、はい、まあとりあえず今日はお疲れ様です、フライト。いや、本当に、いや、一瞬だってでも、まあ、まあ、そうだね。トラジ君に会えるのがワクワクしてる。ってかよ、違う、うまいもんで。はい。お疲れ様です。はい。ということで、ね、約15時間ぐらいのフライトだったんですけど、はい、まあ、時差の問題で15時間進むけど8時間ぐらいかな、うん、戻るから結果7時間とかぐらいしか進んでない。そうね。だからその日に行ってこれたって感じです。はい、です。これからが。もうこっからがスタートだからね。ここからスタートね。まあまたいろいろと ね、面白いことあったりとか、なんかその話の進展、まあね、そうだね、うん、報告したいと思いますので、皆様今日の動画、はい、まだ出来上がってないですけど、ありがとうございました、はい、ご視聴。いいと思った方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はい、バイバイ。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 セルフでね。イエイ。